静かで美しく清潔なマイホーム、さらにおしゃれで省エネで防犯性もあったら、なんとその夢が叶うのです。あ、自動で開くんですね。見てください、水消えましたね。あ、全く外側に漏れてきてないです。日本最大手の建材住宅設備機器を扱う企業グループリクシル、世界中の人々の豊かで快適な住生活の未来に貢献すべく、この東南アジア ASEAN 地区でも企業活動を行っています。そこで今回は日本のリクシルショールーム東京から豊かな住生活を作り出す最先端のテクノロジーをご紹介します。こちらにずらっと並んでいるトイレ、日本のトイレといえば海外のセレブも欲しがる人気商品なんですよね。はい、こちらのトイレ機能、はい、デザイン、衛生面全てにおいて日本のトイレは世界一と言っても過言ではないと思います。はい、そしてその日本のトイレを世界に知らしめたのがあれですよね。ここで問題。このトイレ実際にある機能はどれでしょう。 A. トイレットペーパーが内蔵されていて自動でお尻を拭いてくれる。 B. 温かい水でお尻を洗うことができる。 C. どこへでも簡単に持ち運びすることができる。ヒントを出すとしたら何でしょうか。そうですね、一度使ったら病みつきということでどうでしょう。やっぱりそうですよね。さあ正解はどれ、皆さんお分かりですか。正解は B の温かい水でお尻を洗うです。日本ではこのタイプの温水洗浄便座が今や常識、一般家庭での普及率は 76% を超え、ほぼ一家に一台は当たり前になってきています。また外国から見えた観光客の方もこちら買って帰る方多いので、日本人だけではなく世界中の人々から愛されている商品だと思います。なるほど、一度使えばその良さが分かるというこのシャワートイレですが、実際に私がここで体験してお伝えするわけにはいかないので、河合さん、説明をよろしくお願いいたします。まずはどのようにお尻を洗うか実際に見ていただきます。強弱やリズムをつけて快適な洗い心地を実現させたお尻マッサージ洗浄、洗浄は汚れが落ちやすく飛び散りにくい角度を考えたパワフル洗浄となっています。こちらはですね、はい、女性に嬉しいビデ専用のレディースノズル、はい、でこれリクシルのオリジナルの技術なんです。シャワートイレでもノズルが2本あるというのは嬉しいですね。はい、こちらです。清潔さと洗浄力にこだわったリクシルの特徴なんです。お手入れが簡単なところも見逃せないポイント、凹凸がなくつるっとしているので汚れもさっと一拭き、便座も継ぎ目がないから汚れが入りません。そしてさらに驚くことがこちら。おー上がりました。ね、これでこう簡単にこう掃除ができるというところです。またスマートフォンを使ってこんなことも。もちろんあのリモコンでできるようなですね、はい、こうやって上げたり流せたり、はい、わ、これ全部今スマホで操作してるんですね、はい、すごい。あとですね、スマホでやるとですね、はい、この自分でお好みのシャワーの設定がいろいろできるんです。温度も変えられるんですね。はい、この機能は私初めて見ました。こちら豪華でおしゃれなトイレスペースですね。こちらは最先端機能を満載したレジオになります。はい、ちょっと入ってみてもいいですか。はい、黒のシックなシャワートイレ、あ、勝手に開きました。
自動なんですね、はい、あ、しかも音楽も流れ始めましたね。ですね。トイレの空間を心地よい空間にするこちらリラックスミュージックになります。他にも静かなのに強力な洗浄力のエアドライブ式サイレントストリーム洗浄など最新テクノロジーと機能が満載です。とても居心地も良くて機能も満載で、はい、このレジを私も欲しくなっちゃいました。トイレ空間をもっともっと魅力的に、シャワートイレが快適で明るい暮らしを届けてくれそうです。あ、とっても可愛くておしゃれな壁ですね。はい、このエコカラットですけど、ここ 2,3 年で人気急上昇中のインテリア壁材なんです。はい、おしゃれだけじゃなくてですね、うん、実はすごい特徴があるんですよ。すごい特徴、一体何なんでしょうか。問題、この内装壁タイルには驚きの特徴があります。一体何。 A 冷暖房を蓄熱することができる。 B 温度に対応して色が変わる。 C 部屋の空気を吸って吐いて呼吸することができる。これ何かヒントをいただけるとしたら何でしょうか。そうですね、ヒントはですね、生きてるということですかね。生きてる。シンキングタイムは残りわずか。どれかな。正解は C の呼吸するです。呼吸するですか。はい、今からちょっと面白いものをお見せしましょう。はい、お願いします。この霧吹き、水が入ってますけど、はい、これをこちらに吹きつけてみてください。壁にかけてしまっていいんですか。どうぞどうぞ。じゃあちょっと失礼します。おお見てください、わかりますか。水が消えましたね。はい、これが呼吸するタイル、エコカラットです。エコカラットは特殊な原料を使ってタイル状に焼いた壁材。この1ミリの100万分の1という小さな穴が呼吸をする秘密なんです。これは私たちでは調湿力と言っています。はい、部屋がですね、湿気がすごいありますと、こちらの壁が吸収します。はい、反対に部屋がすごい乾燥してますと、この壁から放出するっていう形で、部屋の空間を一定の湿度に保つような壁になってるんですよ。つまりこの壁のおかげで部屋の中は常に人に優しい湿度に保たれるわけなんですね。はい、他にはですね、ペットや生ゴミ、タバコなどの匂い気になると思うんですけど、そちらを脱臭軽減する匂いを吸着する能力だったり、空気中の有害物質をキャッチする VOC 吸着力にも優れていますので、リビングの他にもですね、玄関や洗面所などのに使っていただくのがおすすめなんですよ。それではこちらの箱で匂いの違いを体験してみます。まずは普通の壁から体験してみます。うん、コーヒー豆が入ってるんですが、コーヒーの爽やかな朝の香りがしますね。そしてこちらがエコカラットです。すごい、コーヒーの香りしません。こうして嗅いでみると、壁が匂いを吸着していることがよくわかります。こちらのテレビの後ろの壁もエコカラットなんですか。はい、これ部屋の壁全体ではなくてですね、はい、このようにワンポイントとしても使えるんです。ある程度の面積、こちらの寝室のようにですね、壁の一面で使えば、調湿効果、匂い吸着力、VOC の吸着力の3つの特徴も発揮できるんです。おしゃれなだけではなくて機能も兼ね備えているんですね。空気を考えた家づくり、心も体も満足すること間違いなしです。河合さん、こちらにはいろんな種類の窓がありますね。はい、そうですね、いろいろな窓の形やですね、はい、窓枠など、うん、
多様なニーズに応えれるような幅広い商材になっております。はい、こちらの窓には一体どんな秘密があるんでしょうか。では問題。この窓はある優れた性能を持っています。それは何でしょう。 A 部屋の中の冷房が逃げにくい。 B 部屋の中が外から見えにくい。 C 明るさによって色の濃さが変わる。カイさん、今回もヒントを一つお願いします。はい、今回はですね、ヒントは水にも強いってことですかね。水にも強い。3つのうちのいずれか1つ、果たして正解は。 A の冷房が逃げにくいです。うん、ちょっと実験してみましょう。はい、お願いします。はい、それでは河合さん、実験お願いします。それでは行きますね。はい、窓閉めます。さあ、この河合さんの持っているドライアイスの冷気が内側から外側に漏れてくるのか実験です。平野さん、どうですか。あ、全く外側に漏れてきてないです。冷気内側に留まってます。すごい。秘密はこちらの部品、冷気を閉じ込める。そのアイデアとは。まずはサッシのこの部分、はい、この部品があることで、うん、サッシと窓の隙間をなくしています。そうなんですね。はい、あと窓の外枠の部分、ブラシ状になっていることが多いんですが、はい、こちらゴム製でなっていることで密閉に効きます。うん、あとこのゴムにすることで、はい、スムーズに窓を開閉することができるんです。なるほど。一つ一つは小さな部品ですけど、はい、あるとないとでは大きな違いがあるんですね。そうなんです。気密性が高いということは水密性も良いということになります。このように外から水をかけても内側に入ってきません。排水弁もついているのでレールに水がたまることもないのです。さらには防音・遮音性能にも優れています。皆さん、こちらの窓の鍵にも実は秘密があるんです。はい、どんな秘密があるんですか。一般的な窓ですとこういう開いた状態でも実は鍵が閉まったりするときあるんですけど、これ空掛けって言いまして、防犯上にも良くない。ただこちらの窓はちゃんと閉まってないとですね、実は閉まらない鍵になってるんですよ。そうなんですね。あ、確かに少しでも開いてる状態にすると確かに鍵回らないようになってますね。戻すとまたしっかり閉まるので防犯面でも安心ですね。はい、でもう一つですね、下の方を見ていただいて、はい、こうロックができますので、はい、この2つの機能で防犯面で安心な窓というところです。なるほど。高い気密性、水密性に加え遮音性と防犯性、優れた窓が毎日の暮らしをぐんとグレードアップしてくれそうです。衛生的で心地よいシャワートイレ、気になる匂いを抑え快適な湿度を保つインテリアタイル、優れた気密性と高い防犯性を兼ね備えた窓、より快適な生活を送るため、あなたが必要としているものは何ですか？今回ご紹介した商品の一部はこちらのショールームでもご覧いただくことができます。Your wish is here, Japan.